千葉県。千葉県は、日本の関東地方の南東側、東京都の東方に位置する県。房総半島と関東平野の南部にまたがる。国内有数のリゾート地や国際空港を有する。県庁所在地は、千葉市。平野と丘陵が、県土の大半を占め、海抜500メートル以上の産地がない日本で、唯一の都道府県である。地政上。 広大なか重地と、長大な海岸線を有している。関東地方の南東部に位置する県で、三方を海に囲まれ、県土の大部分が房総半島に含まれる。起伏の少ない県であり、関東平野の一部である北部は、海岸、東京湾、太平洋や河川、利根川、江川など沿いの低地と下宇佐大地とからなる。南部側は、房総丘陵などの丘陵地帯だが、 最高峰は標高408メートルのアタボ山であり、全都道府県のうち最高峰、天が最も低い。標高329メートルのノコギリ山や六谷山など観光地化されているところもある。千葉県は立領制以来の暴走三国である和佐国、安防国の全土と下佐国の一部から成り立っている。下兎国のうち、佐島郡、勇気郡。 豊田郡、岡田郡の全域と相馬郡、葛飾郡の一部は、宇バラ県に、葛飾郡の、さらにまた一部は、東京都と埼玉県に編入されている。1873年、明治6年6月15日に、北西部のインバ県と南部の木更津県が合併し、千葉県が成立した。その後、1875年、明治8年5月7日に、 新井張県の利根川以南の領域を編入、同時に旧因馬県の利根川以北の領域を茨城県に江戸川以西の区域を埼玉県に移管した。その後、1899年、明治32年に香取郡のうち利根川以北、横利根川以西の区域が茨城県稲敷郡に編入され、現在の県域がほぼ確定した。都道府県人口。 都道府県人口密度、都道府県ピルマ人口はいずれも全国6位。面積は全国28位。南関東1と3県では最大である。平地の割合が大きく、荷重地面積が広いことや、東京都に隣接しており首都圏の一角をなすことなどから、古くから住宅開発が進んでいる。そのため、県北西部の人口は中密である。浦安市から、 富津市までの東京湾沿岸には広大な埋め立て地が広がり、京葉工業地域の中枢として、市原市の石油化学コンビナートや、千葉市と君津市にある製鉄所などが立地している。一方、地勢を生かした農漁業,業も盛んに行われており、農業産出額、漁業総生産量とも全国で有数である。 2008年度の県内総生産は19兆6,889億円であり、世界の過半数の国の国内総生産より大きな規模を有している。千葉県の県庁所在地である千葉市を中心にコンパスで円を描くと、南西諸島以外の日本列島は半径 1000km 圏内にほとんど収まる位置にある。千葉県の大きな地理的特性としては、抗議的には、 関東平野に含まれるが、その大部分は、東と南を太平洋、西は東京湾と三方を海に囲まれた暴走半島になっていることである。また、日本で唯一500メートル以上の山がないという特徴もある。常に半島であるという地理的条件により、陸上交通中心の県地から、袋工事的な閉鎖性が問題視されると同時に、 外洋に面していることから古来から開放的で、外来文化がトライしやすいという良い側面もあった。また、隣接する都県とは、利根川、江戸川、東京湾、太平洋によって隠され、古くは外敵の侵入を防ぐ役割や、覇者の騎士改正の地としての役割を担ってきた。陸上交通機関を使用した場合、野田市と阿弥子市と香取市の一部地区を除き橋、 トンネルも含むを渡らずに東京都を含む他県に行くことは不可能である。千葉県の北半分は大半が関東平野で南半分は房総丘陵などからなる丘陵地である。最も高いあた山でも海抜408メートルであり、沖縄県の最高峰であるおもとだけの525.5メートルを下回り、全都道府県の中で最も最高峰の標高が 低い。なお、県内最高峰のあたごさんは、現在航空自衛大砲岡山分屯基地があり、都道府県の最高峰中唯一、法的に立ち入りが規制されている。平均海抜は46メートルとなっており、これは沖縄県の43メートルに次ぐ低い数値である。そのため、縄文海進が最大規模となった、紀元前4000年頃には、千葉県の多くの定地が、 海面下であった。現在の南部の古東京湾と北部の香取海によって本州と分断されており、後に赤堀川、逆さ川が開削される尾高地でわずかにつながっている状態であった。現在でも10メートルほど海面が上昇すると、千葉県は本州沖合に浮かぶ島の一つになるという試算が国土地理院によって示されている。房総半島の東京湾側は内房。 太平洋側は、外防と呼ばれ、内防では近年埋め立てが進み、浦安市などでは、面積が増えた。そのため県の面積が一時愛知県を上回っていたが、中部国際空港の建設に伴い再び、愛知県の方が広くなっている。陰馬沼は、長門川と陰バ放水路の二つの川と接続しており、長門川は、陰馬沼から利根川へ流れる河川であるが、陰バ放水路は、 利根川の増水時に長戸川による、インバ沼の排水が困難になった際に、東京湾に水を行う役目を持つのが特徴である。東京湾沿いは、埋め立て地が多く、浦賀水道の対岸に、三浦半島がある。太平洋沿いは、九十九里浜が面し、九十九里平野が広がる。半島南部には、房総丘陵、半島中央部には、カズ丘陵とカズ大地。 半島北部には、下佐大地があり、これらの大地や丘陵には、縄文期の侵食によってできた谷底平の、谷津田が見られる。一方で半島の北部から中部にかけて、下佐大地を囲む形で北西に、江戸川低地、西に、東京湾岸低地、北に、利根川下流低地、東に、九十九里中石低地が分布する。第三気層及び北亜紀大石層。 のこぎ山の周辺で採石される石は、某州石と呼ばれ、このうちのこぎ山頂上付近で採れるものを、金谷石、元明石と呼び、高小山で採れるものを、高等石と呼ぶ。これらは、上総群の竹岡層からなる業界岩でできている。上総群は、三浦半島に分布する三浦総群と同時期に形成されたことがわかっている。千葉県は大部分が、 平野と低山で構成されているので、急な流れの川や大きな川は少なく、そのような川は多くが、利根川のように河県から流れてくるものである。利根川、泉川、栗山川、帯津川、養老川、市宮川、小糸川、名場木川、木川村田川、佐久田川、木戸川、塩田川。霞ヶ浦、手賀沼、陰馬沼、大利根用水、両層用水、 成田用水、東争用水、ト根運河、トネ川川口関、黒部川水門、北千葉道水路、房総道水路、行徳河道関、江戸川水公門、江戸川水門。浦河水道、立山湾、東京湾、太平洋、鹿島灘。あたご山、富山、伊予、が、竹、のこぎり山、六屋山、清澄山、安房鉱山、三群山、峰岡母様。 高子山。千葉県内には多くの遊水地があり、くるり一帯では住民が管理する複数の井戸があり、名水として知られている。ただし、千葉県地下水汚染対策連絡会のヒソガン有地下水に係る調査対策部が作成した2000年、平成12年3月にによれば、県内でも相当数の井戸においてヒソが地下水の環境基準を超過していることが公表されているため、 安全性の確認が取れた井戸で有水を飲むのが望ましいと考えられる。半島に位置する上、平均標高も低いため全体的には年間通して温暖な気候で全域が太平洋側気候に属する。しかし、一年中温暖な海洋性気候である南房総や北東部沿岸地域に対して下宇佐大地などの内陸部は内陸性気候で冬の寒さは より厳しく、高い産地がないにもかかわらず意外にも多様性に、富んでいる。しかし、天気予報などで示される地点は、気象台や急速高所、現、特別地域気象観測所のある調子、千葉、勝浦、立山といずれも海洋性の気候が強い地点のみで、あるため、県内内陸部の気温とは大きくかけ離れている点も、少なくない。総半島南部には、 日本ザルや日本ジカが生息している。一方、他県に見られる熊などは生息していない。以下は、暴走の陸上に生息する主要な動植物である。三方海で囲まれた地形であり、地形、海流の関係により多様な生態系が築かれている。東京湾は閉鎖生水域と呼ばれる、海水の流出入量が少ない海域である。複数の河川が注ぎ、 不栄養化が進んでいる影響で、赤潮や青潮などの現象が、たびたび発生している。ワンオ王の三番瀬や、フッツ干潟、番州干潟などの広大な干潟が、現在も残る。これらの干潟には、アサリやバカガイなどの貝が生息し、春から夏にかけて潮干狩りが行われている。アシハラガニやガザミといった、甲殻類から、アジサシやカワウなどの鳥類も生息する。 尾び川川口には東京湾固有種の黄色細ゴミ虫が生息し、アシュハラ、ヨシワラを形成しているアシ、ヨシオ、はじめ、浜大根などの植物やアマモなどの海藻が生息する。ふつしと巨南町の境界付近にあるミョウガネミサキ周辺より南の海域からはわずかながらサンゴが生息している。これは黒潮の影響を受けた。 海水温と透明度の高い海水が流入するためである。そしてこの近辺からは東京湾海帝国が広がり、メガマウスやミツクリザメなどの貴重な深海生物が多く生息している。立山市周辺海域にはゾウ,ショウサンゴが分布している。日本は黒潮の暖かい海流により世界的に見てゾウ,ショウサンゴが広い範囲に分布しているが、その中で 立山の増殖産後は北限とされている。その他東京湾及び立山湾周辺には鈴木やメバルにイイダコ、アカエイなど豊富な魚類が生息している。立山周辺の沿岸からいすみ地区は伊勢エビが豊富に生息しており、いすみ市及び県全体では漁獲港全国一位である。鴨川市には特別天然記念物にも指定されているタイの裏がある。 これは運営せず、浅い海を泳がないマダイが運営する姿を海面近くで見ることができるためである。房総半島は標高が低いこともあり、水温の低い谷川はない。そのため、川ラや影楼は全体として少なく、ヤマメや大卵型のカジカは生息していない。カツウラ市にはかつて、ナメカワアイランドと呼ばれる観光地があり、 この施設から逃げ出したとされるキョンが、勝浦市周辺で繁殖しており、県内には数千頭生息しているとされている。またバンスヒガタやフッツヒガタなどには、サキグロタマツメタと呼ばれる貝が流入している。これは本来、中国近海のヒガタや瀬戸内海などにしか生息していない貝であったが、中国などからのアサリの輸入に際して混入してきたとされる。この貝は、 アサリなどの二枚貝を捕食するため、潮干狩りや、その他漁業への被害が発生している。これにより先黒玉詰めたは、在来種である詰めた貝とともに、干潟の多くのアサリの天敵となっている。県下には、三十七四六群十六町一村がある。自治体における町はすべて、町、村は、村と読む。県庁による、地域区分には、四地域の分類と、 県庁及び地域振興事務所の所管区域による6区分とある。県の総人口は人。人口は、現在の推計人口である。西地域、人東地域、人中央地域、人。県内市町村人口。人口は、現在、世帯数は2010年3月1日現在。人口密集地域であり、県内の人口の大部分を占める。 県央地域、印馬地域、活南地域、東活地域に分かれ、北西部として一括りにされることが多いものの、実際には地域差は大きい。競技では、千葉市周辺を除いて、旧東葛飾郡、現在の船橋や阿鼻子などの範囲を指すこともある。スポーツ界では、特に活南、東活は、サッカー王国として有名でる。アマを見ても、 高校サッカーにおける激戦区の一つであり、船橋市立船橋高等学校、奈良市の市立奈良市の高等学校などが全国制覇を複数回成し遂げているほか、競合校が市立、公立ともに多い。近年は人口増加率は低下しており、減少に転じている自治体も多い。主に香取地域、海装地域と東場層地域の一部を指し、 九十九里浜沿いの地域も含む、大ね国道51号や国道126号の沿線を指している。香取市から鹿島市に至る利根川沿いから形成される水橋や美しい海岸線を持つ九十九里浜などの観光地を抱える。近年は市宮町と長生村以外の自治体で人口減少が続き、過疎地域となっているところがある。 スポーツ界においてこの地域出身のプロ野球選手が多く、千葉県立調子商業高等学校、調子私立調子高等学校、横芝慶愛高等学校の卒業生が目立つ。一般的に九十九里地域は田舎と思われているが、茂原市は商工業が盛んである。多くの企業、工場が立地し、宅地化も進んでおり、市町村別工業製品出荷額は、 木更津市や成田市を抑えて、約2 4 0 0 0 1 0 0万円である。これは、茂原市を中心とした九十九里地域で、天然ガスが噴出されるため、関連企業が多く立地したことによる効果である。また、千葉東金道路や千葉外房有料道路、首都圏中央連絡自動車道、JR の外房線、東金線などの交通網が発達しているため、 モバラ工業団地やモバラニーハ工業団地、千葉東テクノグリーンパークなど工業団地が多く形成されている。しかし、市街地を抜けるとのどかな田園風景が広がっており、特にモバラ駅前のビル街とのギャップが激しく面白い。近年、サーフィンが人気になったり、2020年東京オリンピックではサーフィンを市の宮町で行うことが決定したことにより、 一宮町や、長生村ではサーファーが移住してき、人口の社会像となっている。利根川沿い地域では、河口、鹿島市などの茨城県南東部との交流関係が、深いため、千葉らきと風刺されることもあるが、千葉市との交流も大きい。かつては、利根川の運河交通の要衝として栄え、香取神宮などの有名な神社仏閣が鎮座し、歴史的な街並みの残る沢らのある。 カトリ市や日本有数の漁港、醤油産地としも知られる、銚子市などは古くから発してきた。農業が盛んで、銚子市周辺は比較的温暖な気候のため、畑などではメロン、キャベツ、植木などが栽培されているほか、成田空港伊東の下宇佐大地を構成する地域は東総と呼ばれており、カトリ日型八万国といわれるところで水田地帯が広がり、 ブランド米のタコベーの産地でもある。宅地化が進み、工場も立地する内防沿岸地域の北部、県央地域に近いため、南部には分類されないことも多い。と、県内一の観光エリアでもある南房総、外房地域とでは、かなり異なっている。2004年、平成16年4月1日から、県立博物館、美術館の利用料金が、 有料になった。千葉県の公共下水道普及率は長年全国平均を下回っており、2009年、平成21年3月末の調査では、全国よりも5%ほど低い67.2%で、ある。千葉市や柏市など北西部の都市では、普及率が、のきなみ80%を超えるが、館山市や旭市などでは10%を下回るなど、低い状況にあり、 南房総市やいすみ市など公共下水道事業が実施されていない地域もい,いまた、上水道給水人口比率は94.1%の全国26位、主要道路の舗装率は99.9%と全国1位だが、市町村道舗装率は81.1%と全国25位である。以上のように、千葉県のインフラストラクチャは、 国内でも高い水準とは言えず、県庁の県土整備部などが改善に向けた活動を行っている。千葉県インターネット放送局は、千葉県が運営するインターネットテレビ放送である。知事定例記者会見、ウィークリー、千葉県、県立病院紹介など7系統のチャンネルを用意して、県政の広報に努めいる。千葉市、市川市、柏市、 浦安市、茂原市、船橋市、その他の自治体、全国第6位。県の3方が海に接していることから水産業が盛んであり、伊勢海老の漁獲量は多年にわたり全国第1位である。漁業総生産量、平成21年の農林水産統計年報速報値は全国第6位で、特に長子港は全国有数の漁港となっている。立山、 勝浦にも漁港があり、イワシやサバの水揚げが多い。東京湾では、海苔の養殖も行われている。かつては、東浅の干潟が広がる千葉市など、東京湾大部でも養殖が、盛んに行われていたが、沿岸の埋め立てに伴い、これは消滅した。現在は、木更津市や富津市、船橋市などの東浅の海で養殖されている海苔は、江戸前海苔として珍重されている。 香りや味の良い浅草の森を復活させる試みも行われている。工業、化学製品類、飲料、調味料類、食品類、大部分を海に面する地理を生かして多くの工業港や漁港、マリーナがある。以下はその中から抜粋したものある。県は、産経新聞以外の全国紙、東京新聞は、有刊も配達するエリア。 県域放送の千葉テレの他に、広域放送の NHK 放送センター、NHK 総合、NHKE テレと在京キー局5局、日本テレビテレビ朝日、TBS テレビ東京、富士テレビが県内全域で放送対象地域、また放送対象地域外の東京 MX が、東葛飾地域と葛南地域を中心に受信エリアの目安となっている。 外国語放送のインターフムが県内の放送対象地域は千葉市と成田国際空港のみであるが、概ね東葛飾地域と葛南地域は放送区域になっている。FM 東京、東京 FM、JWAVE も東葛飾地域と葛南地域を中心に放送区域になっている。AM ラジオは講述する送信書がある放送局のほか、TBS ラジオ、 文化放送の放送対象地域である。お参照、上記のほか、下記の放送局の親局送信所が千葉県内にある。また、県内各所に NHK 放送センターと広域民放5社の中継局が置かれている。送信チャンネルについては、総務省関東総合通信局のウェブサイト、デジタル中継局開局情報を参照。伝統的な方言。 千葉弁として、東総弁が東部で、某州弁が南部で話されているものの、若年層では衰退する傾向にある。他都県からの移住者が多い北西部や都市部では、主に首都圏方言が話されている。日本酒メーカー一覧を参照のこと。千葉県の高校野球は、全国的に見て、地方大会の参加校が非常に多い上、他県と違って、公立、私立を問わず、 実力の白中している学校が多いため、県の代表校が毎年のように入れ替わる状態が長く続いている。全国高等学校野球選手権の記念大会においては、西千葉地区と東千葉地区に分けられることもある。公式野球部の夏の全国高等学校野球選手権千葉大会では、例年千葉マリンスタジアムで、開式、閉会式が行われ、予選の試合の多くは、 千葉県野球場や大葉の森の球場などで行われる。高校サッカーでは、船橋市立船橋高等学校や奈良市の市立奈良市の高等学校、流通経済大学附属柏高等学校を中心とした統括地区に競合が多いという特徴がある。他の都道府県に比べ、全国高等学校サッカー選手権大会に同一校が県代表として、 連続出場をするケースが少ない、前年度の全国優勝校が、県大会で姿を消すこともあるため、高校サッカーの最激戦区とも呼ばれる。県大会の出場校が多く、1時から3時に分けられることもあって、全国高校サッカー選手権大会のトーナメントが決定するまでに、県代表が決まっていないこともしばしば。地方大会は、各地の競技施設、または、 学校のグラウンドで行い、準決勝と決勝は、福田電子アリーナや柏の箱を演奏合競技場などで行われる。2010年、平成22年9月25日より、千葉県において、夢半島千葉国体第65回国民体育大会が開催された。大会マスコットキャラクターのチーバくんは、その後千葉県の公式マスコットとなった。千葉県は、 東京都に隣接し、所在する成田国際空港と東京湾アクアラインなどを通じて東京国際空港により内外の観光客にとって来訪しやすい環境となっている。また、三方を海に面し広大な砂浜があり、多くの森林が残っているというため観光業が盛んである。北西部では東京ディズニーリゾートやショッピングセンター、 博物館などの施設が賑わう。成田山新勝寺や沢ラなど歴史情緒の残る地域では成田空港を利用する外国人観光客で賑わう。沿海部では広大な砂浜を生かした海水浴場や干潟を利用した潮光場がある。また、泉鉄道、銚子電鉄などのローカル線なども観光に利用される。観光客の誘致を主な目的としてフっつしに 解放丼、鴨川市に、オラが、丼ぶりが存在する。これらの丼ぶりは、調理法などで分けたものはなく、店舗ごとに異なった丼ぶりに共同で同じ名前の、付けアピールし、観光客の来店を促し消費につなげようとする、ものである。オラが、丼ぶりはたびたび観光ガイドブックなどにも掲載され、県内では有名なご当地グルメである。 千葉県は漁業及び農業ともに発達しているため、梨や某種微和などの果物を加工したものや、芸肉を利用したクジラのタレ、あるいは落花生の加工品や、タイせんべいなどが、土産物として販売されていい。一部地域の土産物としては、銚子電鉄などが販売する濡れせんべいが有名である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。